ペニー・ジェーン・クームズは、イギリス出身の女性フィギュアスケート選手。パートナーは、ニコラス・バックランド。2010年バンクーバーオリンピック。2014年、ソチオリンピックイギリス代表。2014年欧州選手権3位。2006から2007シーズンのイギリス選手権で、ジュニアクラス2位となり、翌2007から2008シーズンに、ジュニアグランプリシリーズに出場。 2009から2010シーズンにはゴールデンスピンで3位。また、イギリス選手権で2位となり、欧州選手権、バンクーバーオリンピック出場。2010から2011シーズンにはニース杯で3位。またグランプリシリーズデビューも果たす。2011から2012シーズンには中国杯で過去最高の4位に入った。イギリス選手権では初優勝を果たし、 地元イギリス開催の欧州選手権では SD で4位となり最終グループ入りを果たす。FD は最終滑走で大歓声を受け前年の14位から大きくジャンプアップし6位入賞を果たした。2012から2013シーズン欧州選手権では前年より順位を上げ5位入賞。世界選手権では s d 1位発進だったがバックランドの体調不良の影響で FD では ダンススピンでミスがあり13位に順位を下げた。2013から2014シーズン、オンドレーネペラトルフィーで優勝。その後、バックランドが心臓にある余計な神経経路を取り除くための手術を行った。エリック・ボンパールハイには予定通り出場しのないだった。欧州選手権では SD3 位、FD3 位となり ISU 主催の国際大会で、 初めてのメダルを獲得した。世界選手権では9位だった。2014から2015シーズン、ロステレコム杯で、グランプリシリーズで、初めてのメダルを獲得。2戦目の NHK 杯で2位以内であれば、初のグランプリファイナル進出が決まったが、FD のダイアゴナルステップシークエンスで、バックランドが点灯し5位に終わった。欧州選手権は、SD の後に、バックランドが病気になり、 競技を棄権した。世界選手権は病気のために欠場を発表した。シーズン終了後、コーチをイーゴリシュピリバンドに変更した。ありがとうございます。